はい、どうも皆さんおはようございます。本日は11月7日いい罠の日です。いい罠の日に約50キロぐらいのイノシシを捕獲することができました。今日は月曜日なんですが、この罠は先週の金曜日に仕掛けた罠です。ちょうどここでイノシシと遭遇してこの道を通っているんだなと思って罠を設置していました。もうワイヤーがピンピンに張っていたので死んでいるかなと思って近づいたらバリバリ生きてたので、ちょっと注意してこういう場合は近づかないといけないですね。獣道がここです。ここにこの辺りに罠を設置していました。で、今回は斜面の下の方なので木もたくさんあるので鼻くくりもしやすいと思いますが、慎重に鼻くくりをしたいと思います。ちなみに獣道はこの上からこのように来てこの道を渡っていました。で、ここに罠を設置してます。まあまあ大きいですね。多分メスだと思います。では今から鼻くくりを準備します。よし、それでは今から鼻くくりに行きたいと思います。このちょっと足場が悪いところから行ってみます。よし、強い。やばい、足場悪すぎますね。ゆるゆるですが、なんとか鼻くくり成功しました。はい、今から電気止め挿し器を使って止め挿しします。電気止め挿し器の一本槍タイプを今回も使用します。コードをほどいて手元のスイッチがキリになっているかを確認します。で、こちらがバッテリーで、こちらがインバーターです。バッテリーの残量を確認します。4本です。マックス充電できています。インバーターとバッテリー側のソケットをつなぎ合わせてインバーターの電源を入れます。電源が入りました。ポシェットに入れます。この状態で獲物に近づきます。コンセントを一旦挿します。で、手元のスイッチは入れずに獲物に近づきます。獲物に近づいて アースクリップをつけます。で、電源をオンにして刺す準備をします。起き上がったところに刺しに行きましょう。届きませんね。そして手元のスイッチを切ります。で、動きが止まったので素早くナイフで包茎します。
はい、今回は約50キロのメスのイノシシでした。このイノシシは先週通りがかった時にちょうど見て逃げていったので、多分そのイノシシではないかなと思います。金曜日に仕掛けて月曜日捕獲できたので、コンスタントに捕獲できたと思います。この調子で、罠を仕掛けていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。はこの踏み板とネジイバネの5個セットから販売しております。お求めは概要欄より。お電話、おメール、おファックス、お待ちしております。